兄ちゃんったらひどいんだよ。あたしというものがありながらお見合いするっていうの。そうなの？そういうのは切羽詰まった人がするもんじゃない？うん、そう、例えば先生とか行き遅れってやつ。いい年して彼氏もいなけりゃガサツで怒りっぽいし。しに来たのか？違うもん、お兄ちゃんの付き添いだもん。なわけあるかい。本当だもん。どうも。あ、柏原さん。少し聖太とお話ししてきますわ。桜庭、お見合いの邪魔なんだよ。頼むよ、帰ってくれよ。やだよ、付き添いだもん。あ、でも先生、どうせ自滅するから。痛い、帰る。すいません、お騒がせしちゃって。いえ、生徒に慕われているってことじゃないですか。とても素敵だと思いますよ。素敵だと思いますよ。